アレクサンダーグリューンバルトは、オーストリアクラーゲンフルト出身のサッカー選手。オーストリアブンデスリーガ FK アウストリアウィーン所属。ポジションはミッドフィールダー。14歳の頃に地元クラブ FC ケルンテンの育成部門により、オーストリアブンデスリーガに所属する FK アウストリア、ウィーンの育成部門へ移籍。17歳で、セカンドチームへ、18歳でトップチームへの昇格を果たした。 当時の U-18 チーム及びセカンドチームでのチームメイトにはマルクス・ズットナー、ルビン・オコティ、アンドレアス・ウルマー等がおり、翌年にはアレクサンダル・ドラゴビッチやダビド・アラバが同じ形で育成部門からセカンドチーム及びトップチームへの昇格を果たしている。2008年に経験を積むためにエアステリーガの SC、ビーナーのイシュタットに移籍し、 同地位で5試合3得点を記録し、リーグでの優勝及びオーストリアブンデスリーガーへの昇格を果たす。2011年には再び FK アウストリアウィーンに復帰し、以降はチームの主力に定着。主にセントラルミッドフィルダーのポジションでプレーしている。2013年にはオーストリアブンデスリーガーで優勝を果たした。怪我の影響で早々に、 シーズン終了した2013から14シーズン以外は毎シーズン UEFA ヨーロッパリーグやオーストリアカップを含めた公式戦で2桁の得点とアシストを記録している攻撃的なセントラルミッドフィルダーである2015から16シーズンでは37試合に出場し11得点9アシストを記録している2016から17シーズンは リーグ戦では36試合に出場し11得点9アシストを記録。UEFA ヨーロッパリーグの最終予選では、ノルウェーのローゼンボリビー系を相手に2得点1アシストを決め、本大会出場の原動力となった。本大会では、FC アストラや AS、ローマを相手に得点を決めた。チーム事情によってはポジションを一つ上げて、 攻撃的ミッドフィールダーとして出場することもある。育成年代から運動量が豊富で、得点能力の高いミッドフィールダーとして知られており、その能力は FKA アウストリアウィーンのトップチームへ昇格を果たした以降も、国内リーグのみならず UEFA ヨーロッパリーグでも発揮されている。188センチメートルの長身を生かしたヘディングや、中盤からのミドルシュートのみならず、 フリーキックを直接決めることもあり、多彩な得点パターンを持つ選手である。また、中盤の底からのスルーパスなどで多くのアシストも記録している。育成年代では各カテゴリーで招集され、U-21 欧州選手権2009にも出場した。ありがとうございます。